昔々あるところに男の人がお母さんと一緒に住んでいました。男の人の名前は浦島太郎です。太郎は海の近くに住んでいました。ある日、太郎は海へ行きました。子供たちが亀を叩いています。亀はとっても痛いそうでした。太郎は、亀を叩いてはいけません、かわいそうですよと言いました。そして亀を子供たちから取って海の水の中へ返してあげました。次の日、太郎は海の近くを歩いていました。亀が来て、太郎さん、昨日はとってもありがとうございました。竜宮城へ連れて行ってあげますよ、私に乗ってくださいと言いました。太郎は亀に乗って竜宮城へ行きました。竜宮城にはたくさんごちそうがありました。乙姫様はとてもきれいな女の人でした。毎日毎日パーティーがあってとても楽しかったです。でも太郎はお母さんについて心配しましたから、家へ帰りたくなりました。乙姫様は太郎に箱をくれました。乙姫様は、絶対に箱は開けないでくださいと言いました。太郎は亀に乗って家へ帰りました。でも家がありません。お母さんもいません。どうしたんでしょう。そして乙姫様からもらった箱を見ました。太郎は乙姫様が言ったことを忘れましたから箱を開けてしまいました。中から白い煙が出てきました。太郎はおじいさんになりました。とさ、おしまい。